Right. Welcome back to Chris の部屋いや本当にねあのコメント、質問ありがとうございますその,あの、ね、コメント、質問コーナーでやる気はどう出せるのっていうことについて、ね、それについてまた返事をいただいてありがとうで、ね、もう一つね本当は昨日のビデオで入れたかったんだけど入れることができなかったのがあるんですよでそれは、ね、やる気を出すには自分だけの仕事だったらやる気はあんまり出ないと思うんだよね。 誰かのためにある。誰かの自分が動くことによって誰かが幸せになるっていうともう無敵なパワーが来るんだと。ね。このすごいパワーが来るのよ。そう、自分だけってなるとどうしてもレイジーボーイになっちゃうんだよね。これは本当にビジネスとかでもそうだと思うんだよ。で、プライベートの場合でもそうだと思うのね。自分だけが なんか、ああ、こういう旅行行こうかなとか、週末にこういう場所行こうかなと思ってね、自分だけだったら、やっぱりやる気が出ないっていうのはどうしてもあると思うんだよね。でも、誰か、例えば子供が、子供たちがその場所に来る。で、自分が行くことによって、その週末に自分に行く、その場所に行くことによって、子供たちが楽しむってなったら、すごいもう絶対行くじゃない。で、仕事もワークも同じだと思うのね。 本当にその自分が行動をすることによって誰かのためになるって言ったらもうやる気出る、出れなんて関係ないわけよよっしゃーみたいな感じになると思うんですよで一日は朝から夜まであるでしょうでどうしてもこのやる気がいっぱい出る時間とリラックスしている時間っていうのがあるんですよ 例えば人間の場合だったら、普通の人の場合だったら、午前中、もう朝の7時、8時、9時、10時、11時まですっげーやる気満々で、12時、1時、2時になると、もう2時になるとやる気なんてどうしても出ないよね。ちょっと瞑想しよっか、昼寝しよっかみたいな感じになっちゃう。ね。その時にやる気だるぞーっていうのは、やっぱりハードルが高いと思うんだよね。でも、こうやって午後の時間になってくると、もうちょっとやる気が出てきて、で寝る前の時間に、 自分のビジョンを考えるわけよで明日どうやって一日を過ごすか明日どうやって誰かのためになれるか自分のビジョンを通してでそうするとその夜にちょっと吹っかけた自分の頭に入れたエネルギーが何か溜まってきてくれてで朝起きると もう朝起きた瞬間から、よっしゃ、今日はこれやるからな、みたいな状態にもっとピークな、ピークパフォーマンスのレベルに自分を持ってこれると思います。はい、right。だから僕は、ジャーナリング。朝のジャーナリングと夜のジャーナリングをすごい大切にしております。で、夜の瞑想、または呼吸とか、あとヨガとか、夜の 本当にこのダウンタイム、ね、夜で寝る前はやる気はまんまやってよし寝るぞって寝ないでしょ夜はゆっくりすごい落ち着いた環境で自分のビジョンを復習して今日何があったのか、ね、3ついいことは絶対あったと思うからそれについて書いてでなんか変なのがあったらこれでなんでこれがあったんだろう What is the is silver lining? 何を この経験で私は学べるんだろう、ね。どうやったらもっと自分はこういうシチュエーションがあったらもっとよくね対応できたんだろうとかそういうのを書いてでちょっと明日明日何が起こったら超最高になるんだろうみたいな感じのジャーナリング。本当にこれはすっごいあのおすすめです。Alright. Anyways, yeah, so the point is like 自分のためだけっていうのはどうしてもやっぱりやる気のそのなんうのかなマックスのレベルがあるっていうのかなでも他の人のためってなってくるともうそれをボーンってあの超えることもできるんだよね。alright Thank you so much for checking out this video and I'll see you in the next video!